先輩もういいですってそんなことはお疲れなんですからいや後片付けぐらいさせてくれ俺の責任で長引かせてしまって仕方ないですよでもなかなか進捗しないですねああ全く今日も朝からの説明会だったが住民は市会議員までも引っ張り出して徹底抗戦の構えを崩さない そそろそろ役員からも早く住民を納得させろと言ってくるに違いない久しぶりに日曜日が休みになったので朝から散歩がてら近くの公園に出かけたグラウンドでは少年野球の練習が行われていたコーチの知った激励の声が飛ぶ もっと腰を落としていあああの時に戻りたいよと思わずつぶやいた時そばに少年が一人いるのに気づいた少年は俺のつぶやきに驚いたのか懸念そうな表情を向けていた取り繕うために <laughs> 僕は野球をしないのか僕はえ 足が悪いから野球はできないんだ余計なことを聞いてしまった少年はしばらくその場で足踏みをしてみせた確かに左足を引きずっていたすまなかったなお父さんとキャッチボールとかはしないのかお父さんは離婚して今は母さんと二人だけなんだしまった また余計なことを聞いてしまった。そんな俺の困った表情を見かねたのか気にしなくていいよ少年はニコッと笑ったもしよかったらおじさんとキャッチボールをしないかえっやかいううん、うん、でもできないよやったことないし。 誰だって最初はやったことはないんだ長島だって最初は初心者さん長島って誰ああいいんだじゃあ今度の日曜日ここでグローブ持ってないんだいいよおじさんが持ってる おい、それって一つ間違えると変質さだぞ構わないさ男の子だ疑われることもないだろうでグローブは引き出しのグローブは用事用だスポーツ用品店で少年用のグローブを買ってきたやる気じゃんなんか嬉しくってさ父親やってるって父親かあ,あ嫁さんには言ってるのか 言えるわけないだろう,だろうな火に油を注ぐだけだ。ああところでお前何結婚はしないのかなんでそんなこと急に言うんだよ。そういえばお前昔から女っ気けないからさ。心配してんのかちょっとな。ほっとけ、ほっとけ。結婚はしてもしなくても、後悔するものなんだ。なんだそれ。 誰が言ってるんだよさあ紹介だけでもやめてくれよ会社に一人可愛い子がいるんだよやめろよ年は三十五かなお似合いだと思うんだがな <laughs> いやいいんだそうか次の日曜日待ち合わせた時間に公園に行くと 少年はジャージに着替えてすでに待っていた軽く体操をしていたようだこれを使うんだ新品のグローブを渡すとわーいあいいい匂い俺のグローブは昔使ったグローブだ押し入れから出してほこりをはたくと懐かしさがこみ上げたボールは上から そうそう肘が耳の横を通るようにいいぞ少年は慣れぬ手つきでボールを投げる握力と手先の感覚がまだつかめないのだ左足の踏ん張りも障害ゆえに効かないそれでも少年は一生懸命に投げる気にするな誰でも最初は。初心者。 そうだ少年は徐々にだが要領を覚えてきたようだ1 0ルぐらいの距離で投げることができるようになってきたキャッチングも5球に1球はミスするものの無難にこなせるようになってきた今日はここまでにしておこう今日はってまた来週しよう本当ありがとうあじゃあこれ 少年がグローブを返そうとするこれはいいんだプレゼントさでも悪いから子供は遠慮しちゃだめだよ <laughs> ありがとう少年の目が輝いていたでもうちにグローブを持っていけない理由が実は俺の方にあることは言えなかった